シャックです。マッツです。今日のテーマはサクラメントキングスはついに変われるのか。聞いたー。じわじわ人気を集めている。ほんまになんかじわじわ上がってる感じするわよ。俺の中でだけかもしれんけど狭い世界一人の世界とはね、今度こそ変わるかもしれないサクラメントキングス。いやー、愛着湧いてきたもんね。逆にな、キングス言うたら2005、2006シーズン以来プレーオフ行けてないチームで、なんか氷河期なんやろ今。ついに17シーズンぶりにプレーオフ行けんのかどうかについてこれ話していこうかなと思います。で、今日皆さん楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、バトルを忘れるチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。キングスは毎シーズン盛り上がるのがこの時期。補強頑張ってんのよ。いや、そうやね。もう来季こそはいけるんちゃうかっていう期待感が最高潮にオフシーズンはなんねんけど、ただその最高潮の波がシーズン開幕はどんどん急降下していくっていうね。ジェットコースターみたいなね。そう、上げてって上げてって落とす、これが今までのお決まりですだから今年に関しては今までと比べると来シーズンはより面白くなりそうな感じはしてる。上がってきそう。上がってきそうというか、そのまま行ってくれそうって感じ。ああ、いいやん、いいやん。そう、正直キングス言うたら試合見てない方も多いと思うねんけど。いや、俺見てないよ。いや、もうキングス言うたら第一イメージはもうディアロン・フォックス。まあまあ、そうね。で、途中でやってきたサボニスおるよなぐらいのイメージだと思う。サボニス来たては見たよ。その時やな。その人多いと思う。うん、ただそこで止まってるっていうのがほぼ正直なところなんじゃないかと思う。ファンはいますけどね。実際にこれまでは確かにそうやったと思うねんけど、来季は2人以上にやっぱ楽しみな若手がすごい揃ってきたのよ。来ました、キーガン・マレー。いやー、めちゃめちゃすごいんでしょ。いやー、もう最高。サマーリーグの今回 MVP で、おめでとう。やっとさ、なんかチームは自分が変えてやるみたいな、エースみたいな感じ。そう、そういうガッツある選手がやっと入ってきてくれた。マレーってちなみにめっちゃハングリーの選手で。あ、そうなん。で、高校の時って NCAA 一部の大学から1校しかオファーなかったみたいな。唯一。そう、なので高校卒業後は学生アスリートメインのその学校に入って、そこで1年練習してやっとアイオワ大学からオファーもらった。一回じゃ修行挟んでんの。そう、すごいね。で、大学入ってもさ、1年目はこんなにね、スタッツとしても10ポイント未満やったけど、2年目で一気に開花した選手。あ、じゃあもう諦めへんな。そうやね。で、今回インタビュー聞いててもやっぱ周囲からの評価が低いっていうことを見返してやりたいっていうの。ハングリーやな。そう、ことを言ってたりとか、本当に反骨精神がきっちり備わってんのがほんまに楽しみな選手なの。マンバ宿してますね、彼。マンバ宿してるね。しかもキングスはさ、ここまでもう負け癖がずっとついてきてるから。確かに。いや、もう何が何でも勝ちたいっていうそのメンタリティを持った選手が一番大事なのよ。先輩に勝つ入れまくるかもしれない。いや、ほんまにもうケツ叩きまくってほしい素人 NBA。 そういうジョークあったのに、昨シーズンはタイリース・ハリバートンをやっぱトレードしてしまった。なんでやっていうね。そんな今後ファイトできるキーガン・マレーがやっぱ来てくれたことは何よりでかくて。いいよ。そしてプレー面もドラフト前はどっちかというと 3&D タイプの選手。渋めなね。そう、ロールプレイヤー的な見られ方が多かったけど、サマーリーグ見てるとやっぱそれを大きくやっぱ突破してきてくれそうな選手。エースになれるぞ。何より来シーズンのキングスはこのキーガン・マレーが一番楽しみなのはもう間違いない。注目やな。そしてね、僕がもう一人皆さん注目していただきたい若手がデイビオン・ミッチェル。ミッチェル、こっちの方の。そう、温まってきた。いや、もうだいぶ熱々よ今。できてきた。もうホクホク俺はマレーとこのミッチェル、この2人が一番キーマンやと思う。今後間違いなくオールディフェンシブチームに入れる力があるっていうのはもう昨シーズン証明したし、フォックスもベタ褒めしてたもんね。そう、そしてシーズン中ももともとディフェンシブなガードの選手だったけど、オフェンスもめちゃめちゃ良くなってったんよ。バカず踏んで上手なってきた。実際ね、3月終盤とかはもう20ポイント超えのゲームが連続しちゃったりとか。素晴らしいな。かなりそのハンドラーとしてもシーズン終盤には成長した姿を見せてくれた。なのでこのマレーとミッチェル、ミッチェルもさ、昨シーズンサマーリーグ MVP やったけど。ああ、2人とも取ってんのか。そうやね。この2人がどこまでチームを底上げしてくれくるのかっていうのは本当に肝。ちょ、キングスはさ、実はプレーオフに出た2005、2006シーズン以降はディフェンシブレーティングずっと20位以下なんだ。弱っちいんだ。そう、最高でもディフェンシブレーティング20位しか入ってない。ああ、それ20の壁超えるんじゃない。そうやね。オフェンスは仕方ないとしても、やっぱディフェンスの問題がずっとあるっていうのはコーチの采配もあるけど、やっぱ負け癖がついてるっていうことでしかないわけよ。気持ちがな、もう。そう、ディフェンスはもう8割気持ちやから。もちろんね。そんな中でやっぱ昨シーズンもさ、ペイントエリアのディフェンスはもうリーグ27番目に失点が多かったりとか。サ
ボニスさんはオフェンスの人です。そうやね、リバウンドでもやっぱ競り負けてゴール下やられてしまう場面もやっぱ多かった。そしてもう一つ、外から抜かれる時にやっぱカバーディフェンスできる選手がやっぱなかなかおらんくて、助けへん、そう助けようとしてるけどなかなか追いつかず、いや、おおおそうそう、やっぱやられてしまう場面がすげえ多かった。一応姿勢は見せるよな、姿勢は見せるなので来季このマレーとミッチェルが仮にオフェンスで1試合10ポイント未満とかやったとしても、こっちでね、そう、外はミッチェル、中はマレーのディフェンスが機能しだしたらキングスのプレーオフの可能性はちょっとずつやっぱ見えてはくる。見たいね。そうやね、だってさ、もうキングスには点取れる選手はもうなんぼでもいるわけで、頑張ってくれやで、ね、ここそう、勝利っていう結果には繋がってないかもしれんけど、やっぱフォックスとサボニスのやっぱコンビプレーをリーグの中で屈指の力持ってるし、いいよ、しかもサボニス加入後のさ、やっぱチームの雰囲気とかオフェンスの流れってめちゃめちゃ良かったんで、シュシュシュ、しかもそこに FA ではマリック・モンクっていう起爆剤がやってきた。まさかのね、まさかのうちのチームとしてはやられたけれどもただキングスで1試合20ポイント近く叩いてくれるかもしれない。いや、出してくれそうやで。そしてアウトサイドからはハリソン・バーンズと新しくやってきたケビン・ハーターが3ポイント 40% 近い確率で射抜いてくれるわけ。揃ってきてるやん。そうや、オフェンスはめちゃめちゃ揃ってきてる。しかもベンチからも得点力のあるガードテレンス・デイビスが控えてたりとか、いいね、インサイドではリション・ホームズなんかも控えてるわけよ。強そうやん、これ聞いてたら。そう、なんで層としてはすっごい熱いもんになってきた。しかもそこにメンター的な役割としてマッシュ・デラベドバだったりとか、でかいんちゃう、ケント・ベイズマーも新しく入ってきた、カツ入れてくれるよ、まあ、その後クイーン・クックもやってきたりもしたけども、続々とね、だからロスター的にはかなり揃ってきた感じがするし、キングス感出てるよ。そう、昨シーズン以上にやっぱ熱いっていうことは間違いない。しかもケビン・ハーターのインタビュー聞いててもやっぱ全員がすげえ勝ちに対してアグレッシブだ、ハングリーだっていうことも言ってた。目覚め出したんやな。目覚め出した。しかもさ、コーチ問題もやっぱ解決され始めてる。これまではこのとこルーク・ウォルトマンも批判されまくってた。もう写真も悪いわ、もう。そうやね。負けてる。それ俺がそういう写真選んできたけど。悪意。昨シーズンなんかはもうあの、もともといたトリスタン・トンプソンがコーチから学ぶことは何もないって発言するほど。最悪やな、そんな言われたら。ほんまに最悪。こんな顔になってしまうし、仕方ない。でも言うな。その後、繰り上がりでアルビン・ジェントリーになったけれども、出世出世。ただやっぱ若手育成、そしてディフェンス強化が史上名だなチームにとってはこれベストの選択肢ではなかったわけ。まあ、仮の仮みたいな感じだったな。そう。そして今回、マイク・ブラウンがやってきたわけ。強さやもんね、この人。そう。2016年からウォリアーズのアシスタントコーチをやって、魂受け継いでるやんじゃん。そう、ウォリアーズのオフェンサーのパッシングゲームだったりとか。当然ウォリアーズもディフェンスもしっかり見てきた人だったんで、この辺改善してくれるやっぱ期待感は高まってる。マジでやからディフェンス次第、なんかちゃんとした感じでできたよ。そうやね、なので揃っては来てるのは間違いない。そして今後よりテコ入れする余地があるとすると、ウイングディフェンダーの存在が少し弱い。あ、他と比べたらね、他と比べたらガードのデイビオン・ミッチェルがどんだけ頑張ってても一人やからな。そう、他で抜かれてしまうとまあ意味がないわけで逆サイドとか無理やもんね。そう、しかもデイビオン・ミッチェルが本当に抜かれる場合もあるから、うん、そういうのやっぱカバーできる存在って絶対的に大事。ただなかなか今ハリソン・バーンズ、ケビン・ハーターぐらいしかいいウィングがおらんわけよね、身長があるウィングは。だからこそ俺は渡辺優太はすげえハマるとは思う。前の回でもね、そう、この辺ちょっと前の回で渡辺優太がどこに行ったらより合うのかっていうのを考察するんです。まだの方はね、そっちの方見てください。案外優に似合う気がするわ。いやめちゃめちゃ似合うと思うよ。意外と紫あってそう。他には奥パラとかもいんねんけども、奥パラさん、そう、成長していけば奥パラは全盛期のオレバアリーザ的な、めちゃめちゃ良くなる、そう、選手になると思うねんけども、まだまだ来季いきなりそれが来るかは分からない。なのでウィングディフェンダーの存在はまだまだ必要。あとはやっぱインサイドでいかにサボリスがディフェンスでやっぱ奮闘できるか。課題やね、ここはめちゃめちゃ課題。多分今回はキーガン・マレーが4番に入る想定なんで、ってなると5番のスタートはやっぱサボリスになる、うん、サボリスは当然ディフェンスではなかなかその結果を残せる選手ではないわけやな。特にやっぱリムプロテクターとかやっぱリバウンド面でなかなか貢献できるっていうのは難しいかもしれない。当然控えで待ってるリション・ホームズとの併用の可能性もあるけど、うん、やっぱ昨シーズン見てでもやっぱサボニスとスペース食い合っちゃうんで、まあ、ちょっと似てんのか場所が。そう、しかもホームズは昨シーズンサボニスが来てから存在感結構薄れたわけよ。思ってる何かはあるかもしれんよ。なのでこの辺りのテコ入れ、本当にインサイドのディフェンス改善されるのかっていうのはめちゃめちゃ大事。正直オフェンスではね、もう一人一人の能力高いんでなんとかなると思うんだけど、最悪もう個の力でね。そう、一つ挙げるんやったらやっぱス
スリーの精度、実際昨シーズンはスリーポイントの確率がリーグ24番目、低めです、ちょっと物足らん。ホックスがドライブで中に入ってディフェンス集めたりとか始めるよ。そう、サボニスのプレイメイクで外が開いたとしてもヨキッチのようにね、そう決めれないと当然意味がないわけで、頼むわ。しかも昨シーズンはもうハリソン・バンズぐらいしかなかなか安定で決める選手いなかったけど、確かにな。今回やってきたケビン・ハート、そしてマリック・モンクがどれぐらい高い確率で決めていけるのか、いい補強やな。ほなそうやね。なのでこのオフェンスに関してはそこまで心配はしてない。特にこのディフェンスが改善されれば来季プレイン通り越してプレーオフも見えるかもしれない。わあ、暑いね。暑いよ。だ今回は期待できるんじゃないかって多分キングスファンは皆さんそう思ってると思うし、毎年思ってるかもしれんけどね。そう、ただ今まで以上に多分熱が入ってると。ああ、なるほど、うん、そんな新しい監督、そして新しいロスターでキングスはまたね勝ちにいけるのか、それともまたいつも通りシーズン開幕を急降下するのか。いや、それはなしでいきたいな。そうやね、このキングスがどっちの道を行くのかっていうのは引き続き注目です。あなたは来シーズンのキングスについてどう思いますか？プレーオフは見えてくると思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして NBA は今オフシーズン中ですけれども、僕たちは明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA 動画をどんどん出していくんで、オフシーズン中も NBA 情報をゲットしたい方はこの動画を見れたらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてメンバーシップでは月本 NBA ファンにはたまらないワクワクするような動画出してるんで、周りよりも NBA 詳しくないぜっていうからね、ぜひメンバーシップ入ってください。 NBA オタクになりませんか？待ってます。そしてその他 SNS では Twitter、Insta、TikTok、Note いろいろやってるんで、毎日出してるぞ。はい、ぜひ皆さんそっちの方もフォローしてください。概要欄にリンクあります。お待ちしてます。そして最後におもこめ、おもこめ、今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりましたハーデンは復活できるの回から、復活しよう。今日ね、おもこめではなくちょっと共感しまくったコメントの紹介です。共感コメ、安崎宇津川さん。宇津川、今や新勢力に押されつつあるハーデンです。しかし前世紀のプレーを知ってる者からしたら、もう一度あの他を寄せつけないあの時のプレーが見たい。圧倒的やったもんな。いや、えげつなかったよな、ほんまに。ロケッツのハーデン、OKC のラス。ハーデン50点取って、ふーんって感じだったもんね。最近 NBA 見始めた方はさ、ぜひちょっとハイライトとか見てほしいよ。あれは、爆撃や。あれは爆撃や。素人 NBA。こんな感じで、毎回ね、面白いコメントだったり、共感したコメント、嬉しいコメントとかね、いろいろ書いてるんで、どんどん今後もコメント書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。キングスになるのだ。サクタウン。